ダーの城よりお送りします。このバトル、果たして挑戦者は強豪トレーナーたちを相手にどのようなバトルを見せてくれるのでありましょうか。バトルの姿勢に移って、さあまずは鋭い当たり。ここで防御力をアップです。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここでサイコキです。よし、おーっとダウンだ。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでビードルの登場だ。さあまるで違ったタイプのポケモン同士の戦い、これはどうだ。おーっと、このポケモンではまずかったか。あーっと、一撃で倒れてしまった。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでコクーンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃、効果は抜群だ。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。このバトルも冷静な判断で勝利を確実にしたい。バトルの姿勢に移って、おっと、ステミタックル、大きなダメージ。さあ対するは急所を捉えた。さあ熱いバトルが展開されております。いった、いい当たり。あーっと、力尽きたか。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここで謎の草の登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。ここで猛烈な吹雪、おっと当たりません。さあ今度はよし、ヒット。両者とも大健闘です。戦う構えに入って、激しい攻撃、弱点をついた。さあここでよし、さあ激しいバトルです。これはどうだ、強烈な一撃。あーっとダウン。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでパラスの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。いった、狙い的中。あーっと、一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。
手です。すぐ後にはジムリーダーが待ち構えているぞ。ここで波乗りだ。おーっと、このポケモンではまずかったか。あーっと、早い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでポッポの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで10番ボルトだ。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。おーっと、一発の攻撃でダウンだ。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでサンドの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃、狙い的中。あーっと、一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。主に岩ポケモンを使うタケシに対してどのようなバトルを展開するのでありましょうか。ここで波乗りだ。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。試合開始当初いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでカブトの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。激しい攻撃、おーっと、このポケモンではまずかったか。あーっと、一撃で倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここでイワークの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。これはどうだ。弱点をついた。おっと、一発の攻撃でダウンだ。ここでステージクリア。での最初の相手です。確実に勝利をものにしたいところ。ここで10番ボルトだ。おーっと、このポケモンではまずかったか。さあ、対するはいい当たり。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。
これはどうだ、弱点をついた、アットダウン。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでニョロモの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。激しい攻撃、おーっとポケモンの選択を誤ったか。おーっと一発の攻撃でダウンだ。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでゼニガメの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。いったー、決まった、効果的な当たり。あーっと一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。